鶴木町は、かつて、石川県石川郡に属していた町。金沢市の南港にあり、2000年国勢調査における、金沢市への通勤率は29.7%だった。2005年2月1日、野々市町を除く石川郡を構成する、町村及び隣接する松島市と合併して、白山市が発足し、鶴木町は廃止された。手っ取り川扇状地の扇長に、 市街地が形成されており、白山独の玄関口に当たっていた。科学に一地である白山姫神社が立地し、古くから市が立っていた。朝西部の手っ取り川洗浄地では、暴れ川として知られた手っ取り川の氾濫による浸水を避けるための集落形態である島集落が見られる。近年、狭いな市街地の人口が減少している一方で、金沢市に隣接する、 北部地域の人口は増加しており、金沢市のベッドタウンとしての性格が強まっている。菊姫2010年より、地域おこしの一環として、地元商工改正年部がご当地グルメである剣、徳寺を開発している。マット石川広域事務組合消防本部が管轄する。一部を除いて、石川県企業局が供給する。剣町単独の公共下水道と、 石川県下水道公社の西川、は、佐賀流域下水道に接続されている。マット石川広域事務組合が、マット市のマット石川環境クリーンセンターで処理する。金沢市の NTT 西日本金沢支店が管轄する。町内の周配は以下の壺根が行う。マット市の金沢国税局マット税務署が管轄する。 鶴木町の電気事業者は当初金沢電気ガスであったが町営に変わった。1919年12月事業許可を受け、発電所は持たず、金沢電気ガスより受電し1920年6月より事業を開始した。石川県立鶴木高等学校体育施設、鶴木駅白山美梅神社、ありがとうございます。